こんにちは、立花亮です。エヴァンゲリオンコラボがね、復刻しているということで、第1弾、第2弾、第3弾とあるんですけれども、一応ここね、第3弾のやつというか全部出るということではあるみたいなので、早速ね、引いていきたいと思います。まあ154個なので、これ順番に引いていけばいいかなね。まあそんな感じで早速引いていきたいと思います。正直もうね、キャラがいすぎてなんだかよくわからないなんだかよくわかりません。とりあえずストライクショット、ショットショット。とりあえずラミュエルがの友情がなんかめちゃくちゃ強く、うん、さあ誰出る。これ 1,2,3 全部ね、この確定演出で出ると思うので、はい、まあまあまずね、確定演出がこの第3弾で出たからといって、おお来た、言動と冬月。あとあれか、このねペアだね。はいはいはい、まあいいんじゃないでしょうか。まあ、1体ぐらいね、出てくれるっていう、それだけで私はありがたいです。はい、ということで1個手前、誰も持ってないんでね、全くゼロです。こんな感じでね、はい、ということで、あ、でもこれあれか、星4号キャラを90にしたいと思った。でも無理だな、これ、多分。そうね、無理だな。石150個、オーブ150個、覇者の塔が来ても、きっと無理でしょう。ストライク、ショット、ショットショット。第4弾に期待ということで。ねえ。まあ、強い、ちょっと強いのかもしんないけどな。まあ、ただ、あの、善逸みたいにね、別に99じゃないわ、楽90にしなくても強いキャラクターは強いと思うので。え？ああ、びっくりした。ちょ、キャラを知らなさすぎてね、その、出るキャラクターをさ。ついついね、うわ。発言なんだよな、ギムレット、ギムレット。でもギムレットはもう今や使わないのかな。ちょっと前はホーミングで強かったみたいな感じだよね、多分ね。はい、じゃあこれ第2弾いっていきます。ストライク、ショット、ショットショット。おお、言った。いや、2体来てくれるんだったら全然ありですけどもね。30連で。あ、これコラボのね。めちゃくちゃなんか似てるというか、まあ、そのままだな。星4のあのキャラクター、名前はちょっとわかんないけれども。誰？今の誰？あ、カオルシでは？いいですね。チャチャ。チャチャといえば、わからん。適当なこと言いそうになったから言うのやめた。誰かの嫁だよねみたいなこと言いたかったんだけど、適当になるの嫌だったからやめました。光をもたらすもの、カオル・ルシファー。あー、ダブルエナジーサークルとスピードアップなんだ。シンクロ、アンチ重力、超アンチワープ、SS 短縮。触れた敵にカシウス。大号令となんか追撃があると。いや、いいでしょう。これは、ねえ、言動と、カオル・ルシファ。まあ、覇者の塔が来たらね、7日、5月7日に来るらしいですけれども、その時また追いガチャでも、してみたいと。いうふうに思います。まあそうね、当たってよかったです。30連で2体出るっ
はもう全然いいでしょ。はい。ね、爆死はしなかったしね、確かね。うん。そうそうそう。この第1弾の方でもギムレットでしたしね。はい。ということで、皆さんの結果はいかがだったでしょうか。ラミエルをね、ちょっと、ブラック90、作りたいかなと。下流手法が強いらしいので、ね、というふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。